無色検知液とは、歯科治療時に使われる虫歯に侵されて脱回した部分を染める薬液のこと。虫歯の治療をする際は、虫歯を完全に除去することが二次カリエスなど予防に重要であるとされる。その際、どこまで細菌に感染されているかは目に見えないため、術者の趣旨の感覚で判断するしかなかった。しかし、1973年に開発されたプロピレングリコールを アシットレッドにて染色した腐食検知液は細菌に侵されて再石灰化不可能な右色造下室外装を染色することができるため死人による治療が可能となる。製品としては日本では長くくられのカリエスディテクターのみであったが21世紀に入りミニマムインターベーションの概念が歯科にも導入されると健全に近い造下室まで切削してしまう。 それまでの右色検知液よりも改良されたポリプロピレングリコールによる改良型右色検知液が2003年にクスノキラにより開発され、西化からカリエスチェックが森村からディスカバレットが相次いで発売され、現在3種類が市販されている。右色造下室の感染層に浸透し、色素がコラーゲン繊維を染色する。右色造下室の感染層は、 無菌層と比較して多孔性であり染まりやすい。各社の染色液は感染層だけを染色し、無菌層を染色しないように浸透性を調節している。ふさやまたかつ修復、クインテッセンス出版、東京、19-43、1979AB は、久本貞夫、久光密久、伊藤和夫 格論一成形修復レジン修復食権地液による、染色を指標とした、輸色除去、最新保存修復岩薬出版、東京都文京区、2008年1月20日、第2版第14冊、134から135ページ。ISBN 978から4から263404089。西川義正、仮スチェックを用いた、 右翼除去の臨床例破壊、展望、104、924から930、2004、クリニカルエムリポート新聞、第28号 ABC カリエスチェック。ありがとうございます。